持ち帰りで、はい、あと桜餅パイ一つと、はい、あ、じゃあてりたまの、セット、はい、コカコーラゼロでナゲット5ピース一つ、あ、ごめんなさい、チキチ、チキチでいいです、チキチ単品で、はい、嫌なやつ。あ、お疲れ様です皆さん。もう今日はね、もういいやと思って仕事マジでもういいやと思いまして、まあ何やったか後々言うんですけども、今日はねもう焼け食いしてやろうと思って、見てください、マクドナルド久しぶりに、あの今実は僕ダイエットしまして、もうこういうものって控えてるんですよ。やってらんねえよマジで。パッチナゲットパッチ、てりたま春の時期ですって。全然あの休みなくて、結局今年も桜見れてないんですけど、てりたまって言ったら春って感じしますよね。てりたまで春を感じることができた。わ、綺麗な桜、ほら綺麗。いただきます。おー、うめー、なんだこれ、うめの会社さんも春って昇給とか昇格の時期の会社って多いと思うんですよ。でうちもまあ春ってそうでして、うちって昇給あるんですけど、まず皆さんの会社の昇給、年一なのか年二なのか分かんないですけども、うちはちなみに年一なんですね。でその昇給額っていくらですかね。ああ、はいはい、1万円。わす、1万円、すごいな。あ、5000円。5000円でもね、いいっすよね。勝手にね、毎年上がってくんなら。え ?2 万円?10 年いたら20万円。そんな2万円は嘘でしょ。うちはですね、1000円なんですよ。これもうマジで。1000円。だから正直この昇給に関しては、毎年1000円上がるのに関してはもう、だって、5年いて5000円ですからね。上がるの。で、ここは期待してないんですよ。期待してないんで、もう一個、なんていうんですかね、勝手に上がるその昇給のものだけじゃなくて、多分皆さん等級みたいのってないですか。仕事されてる方、等級ありますよね。等級、あんねー、ああ等級ってあるんですよ、うちで。等級をまあ上げるわけですよ。もう等級を上げていくしか給料が上がる道はないと。で、まあみんなそれぞれ頑張るんですけど、特に営業なんて結構明確なんですよね。まあ例えば自分のノルマとか、まあ数字とか、まあその結局営業なんでほぼ数字関係なんですよ。まあ〇〇のカテゴリーの数字を達成してる、〇〇の契約を取ってるとか、例えば法人取ってるとか、まあそういうもので、契約が何パー、達成率何パーみたいな形で、達成してたら基本は上がっていくんですよ。基本は、その等級は。なんで、成果出してれば、等級は上がってくるんですよね。その役職は別としてね。で、今回は僕は、全部、ハマったんですよ。で、条件クリアしたんで、よし、次の等級だって言って、うちって等級を上げるためには、部長に、まあ、いわゆるプレゼンテーションみたいなのをしなきゃいけないんですよ。毎年一回。これは等級上がる人だけなんですけども、プレゼンをして、全部パワポとか全部作ってね。で、こういうことをして、こうして、で、次回はこうしていくので、等級は、まあ、これでっていう、こう、プレゼンをね、結構ね、1時間ぐらいがっつりするんですよ。で、それをしたんですよね。で、基本、まあ、条件合ってたら上がるわけなんですよ。で、今回、結果が来まして、結論、上がりませんでした。で、まあ、上がらなかったのは、ま
仕方ないというか、でも条件見合ってたら基本上がるはずなんですよね。で聞いてみたら理由が上が詰まってるんですって。いやじゃあもう無理じゃんと思って、その人たちがいなくならない限り無理じゃんっていうことが今回分かったんですよね。そしたらプレゼンやらせんのよ。あれめちゃくちゃ時間かかるんですよ、資料を作るのにとか、いろいろね集計するのに。めっちゃ頑張ったのに、じゃあその先に言ってくれよと思って、で結局上がれなかったんですよ。もうちょっともうこれで見込みないかなと思って、上がれないんだったら、で給料それで変わんないですからね。あーやってらんねー。ダイエット開始して今4日目なのに、4日目でチートデイしちゃったよ。まあうちにいたら正直給料はほぼ上がらないっていうのがね明確になったので、ちょっと僕動きます。水面下で動いたんですけども、もう動きます。もしくは上の人たちをね辞めさせるしかない。はい、ということで今回の動画はもうなマジでどうでもよくなっちゃって、結局この条件を満たすためにはそういう成果はそうなんですけど、例えばプロジェクトを何個入って何個成功させたかっていうのも結構重要なポイントなんですよ。なんでめっちゃね去年本当に残業多かったの、いろいろプロジェクトもやってたのもあるんですよ。もちろんプロジェクトめっちゃ頑張って、まあそれはやっぱ成功したものもあったのに意味なかった。まあそれがね全てじゃないですよ。そのお金のため、いやお金のためだよ、いやお金のためだ、もう綺麗事なんて言わない、お金のために働いてます。はい、でもどうでもよくなりました。全部食べました。ちなみにこの桜餅パイってあったんですよ。桜の餅のパイって餅にパイって、ちょっとイメージも使わずにイマジネーション力がめちゃくちゃ不足してます。今なんか紅生姜の天ぷらみたいな、なんかいただきます。うん、まあ、美味しいけど、ごめんなさい、桜餅パイじゃ僕のこのね今のこのすさんだ心は癒せなかった。ごめんね、君のせいじゃないんだけどね。